よし、やっていこう。やっていきましょう。ソウルキャリバー実況。継続でございます。継続、そして今回は、みんな大好き、リザードマンです。みんな大好き、リザードマン。このリザードマンはね、好きでよく使って、よく使ってる。これ、動きがキモいから好き。言うほどキモくないけどな。まあ基本は動きは基本はソフィーダティアとあまり変わらない動きをしてるんだけど、ソフィーティアよりも荒々しい動きが多い分だけ、ソフィーティアよりも動きが荒々しい分だけ繋がりが悪いんかな。何個か技が変わってて、それが使いやすかったり使いにくかったりしている。ダッキングって波動拳コマンドで出るこの回り込みなんだけれども、これがねヘッドバットになってる。強いんだが弱いんだがみたいになってる。まあ強いっちゃ強い。そしてこうこんなのがあるんだけど、これじゃないと上にこうソフィーティアにあったこう相手に上にこういうのがね、ちょっとこれは蹴りを挟まないと出ないみたいになっちゃって当たりにくくなってる。つまり下段から始まらないみたいなね。これはなかなか当たらないよそりゃ。さあこれがいいよね。多分ソフィーティアいなかったんすね。そしてこれは相変わらずあるな。強いっす、このヘッドバットが強い。これを主軸に組み立てていく。正式名称なんだろうな、ヘッドバットじゃなくて神らしき、めぜしきグリッドブラストだな。めぜしきグリッドブラスト、神らしきグリッドテンペスト。これ神らしきグリッドテンペスト。神らしきってのがソフィーティアルなんかで、めぜしきってのが多分リザードマン式なんだろうな。メゼ式アイギスタックル、メゼ式アイギスチャージ、メゼ式アイギスミニスター。出せる、こんな複雑そうなの。違う難しい。遊んでたら死んじゃう。タックルがすごく敵を打ち出すのに有効で、押し出すのに有効というか、ね、これが強力。これが当たりは大体吹き飛ばせるから、画面端なら、舞台端なら、ステージ端なら、ほぼ確定で押し出せる。使っていこう。こういうことやな。お、当たった。そっから当たる。めぜしきでいく。ガルルアグ。今のもう一発いけたな。これが、よし、かわした。
うわったあ、精一杯剣伸ばしたけど当たらず、当たらずが間に合ってガードだ。ふい、これでなので終わってたな。アップね、縦ばっかりいってる、縦切りばっかりいってるかな。軸ずらされたら多分立ちどころにかわされてしまうでしょう。こういうなんかこういう騎士にはリザードマンめっぽう強そうな感じがする。どういう理屈かは分からないけど理屈は分からんけどな、なんか勝てそうな気がする。おら、うわ今すごいうまかったね。たまたまだけどね。いや強い、全然ウルトラハード、相手のウルトラハードを感じさせないプレー。おわ、投げが潰されて避けようかなと思ったけど、まあもうこのまま逆転は無理だろうという諦めの気持ちが。ダメだ、強い、ちょっと集中した。うわ危ない、ちょっといろいろやらずとしない、相手の動きを、相手の隙をつく、そういう動きを、動きだん、危ない、どう、危ねえ、危ねえ、勝った危なかったですわリザードマンのあの地べた這いつくばってからのぐるぐるはおそらく横投げ、下段横投げとかもある程度透かせるんだろうね。おそらく縦切り、地面まで到達する縦切り以外では多分、しかも長いやつ潰せないんだろう。それがこう功を奏してる。これが本気よ。まだまだいくよ。おお。好きだらけだ。これ好きすぎるわ。このあのしゃがみからのゴロゴロが、しゃがみゴロゴロが好きすぎる。対人で使えるのかどうかは分からん、試したことがないから。しかし好きすぎる、コンピューターにはコードよく聞く、なぜかコンピューターにはよく聞く。やぶね、強い、このままいっちゃいますね、このままいっちゃいます、このままノーコンでいっちゃいますよ。あ、かわされてた。
チョコ材すぎる。最後何で決めてやろうかな。投げで決めてやろう。さようなら。勝ち。強いわリザードマン、強いわ。一番使いやすいかもしれんな。ということでリザードマンチャレンジはここで。インフェルノは幾多の救われぬ魂とともに深淵なる闇へと消えた。溢れ出る力、純粋なる狂気、そして破壊への衝動、死闘に傷つき、リザードマンはさらなる悪夢に身を委ねる。新たな破壊と殺戮を求め雄たけびを上げるリザードマン。それに誘われたかのごとく、異形の者たちが月光のもと集結する。彼の率いる冷たき血の集団は次の獲物の匂いを探している。